ライヒエルスハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、オーデンバルト軍に属す、マチソン。ライヒエルスハイムは、オーデンバルト中央部、標高200メートルから538メートルの、ベルクシュトラセオーデンバルト地学自然公園内に、位置する。ライヒエルスハイムは、北は、フレンキシュクルムバッハ及びブレンスバッハ並びに、ブロムバッハタール。東は、ミヒエルシュタット及びモッサウタール。 南はフュルと、西は、リンデンフェルスと境を接する。この町には、ライヒエルスハイム地区の他に13の地区からなる。ベアフルト、ボッケンロート、エーバーバッハ、エルツバッハ、フロンホーフェン、ゲルシュプレンツ、グムペン、クライングムペン、ラウデナウ、オーバーイコールカイン、オーバーイコールオシュテルン、ロールバッハ、ウンターオシュテルンである。ライヒエルスハイムは、ヘッセン州で、 最も地区の多い町村である。この町は1303年に初めて文献上に記録されている。この町の議会は31議席からなる。2008年の町長選挙で、シュテファン・ドピンスキーは61.2%の票を獲得し、町長に選出された。赤字に金色のアーチ状の土地から生える3本の大きな金の多くの木。 多くのコノマには2本の若木が生えている。この森を象徴する図案の上に銀の星が3つ描かれている。1995年から毎年10月最終週の週末にライヒエルスハイムのメルヘンと伝説の日が開催されている。森の娘賞の授与式が行われ、中世風の髪飾りや衣装で練り歩く。地域博物館は旧村役場にある。この建物は 補強材に、人の形をした部材を用いたドイツで最も古い、例である。展示の重点は、工業と例えばレー霊ヘ編製造、木彫の馬作り、屋根拭きに靴製造、といった代表的な手工業、村の学校制度やかつてのライライヒ鉄道などである。ライヒエンベルク城現在のライヒエンベルク城館は13世紀に、城塞として建設されたもので、1307年に、 初めて文献上に記録されている。注目すべきは領主館である。このパラスは平面図が屈折した構造であることからクルーンメバウと呼ばれている。後に自然保護運動家となるクリスティアン・ゴットフリート・ダニエル・ネース・フォン・エーゼンベックは1776年2月14日にここで生まれた。彼はヨハン・ボルフガング・フォン・エーテの友人でボン大学及び ゴミ植物園の創始者の一人、40年間にわたってドイツ自然科学、アカデミーレオポルディーナの会長とブレスラウ植物園の園長を務め、1858年3月16日にブレスラウで亡くなった。19世紀半ばまで、この城の領主は様々な貴族の間を転々とした。1876年から1924年まで、ライヒエンベルク城は、 高い身分の指定の私塾として用いられていた。その後、ジー・フェルト・フォン・フローン・ホーフの家族がこの城を所有した。彼らは1963年にこの城をドイツ連邦郵便に保養施設として売却した。1979年7月、キリスト教のコミュニティオフェンシブ・ユンガー・クリスンがライヒ・エンベルク城を購入した。彼らはここを、を旧地カフェもある。 一般参加が可能な国際集会の会場に改築した。領主館など上部の古い部分はこの時に改修された。ライヒエルスハイムを通過する連邦道 B47 号線と B38 号線によってこの町は道路網に接続している。ベンスハイム、フィールトラインハイム及びミヒエルシュタットへのバスの便があり、鉄道にはこれらの町からアクセスする。ありがとうございます。